はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は8月の29日で水曜日です。空はね、雨降ってますね。ということで今日はキューちゃんは休みです。今日はね、朝からね、もうずっと雨降ってるんですよね。カッパ着てきましたけど、ハツはね、カッパなんかいらんって言ってね、着なかったんですよ。いや、今日はいるでしょうと思ったんですけどね、まあ、いらんって言うんですよ。昨日ね、ほんでハツのね、病院行ってきたんですよ。もう足見てもらうのと、この細胞検査の結果を聞きに行ったんですけどね、足の方はね、なんか治ってきてるみたいです。それで細胞検査もね、まあ異常ないということで大丈夫でしょうということで、まあね、とにかくね、いい結果でね、良かったですね。ハツとジュンちゃんとキュウちゃんもね、喜んでました、なんとなく。今日もね、台風のね、予想図みたいなのを見てたんですけどね、また変わってるわと思ったんですよ。台風の予想のね、天気ね、全く当たらないですね、あれ。最初の予報ではね、もうね、台風過ぎてるんですよ。もう火曜日ぐらいに終わってる。それが水曜、木曜、金曜、土曜、日曜、次の月曜とか変わってきてるんですからね。でも一応台風の用意はね、全部ねしたんですよ。まあ、ヨシズ片付けて排水路のゴミを取っただけなんですけどね。あとバイクとかを紐で作った感じ、そういう感じでね、準備はね、もう終わりました。あとはね、食料をね、週末に買いに行く程度です。今日のニュースは一つあったんですけど、杉薬局で調剤ミスで人が亡くなったそうです。薬剤師の調剤ミスみたいなんですけど、それでね、薬を間違ってて半年後にね、亡くなったみたいなんですよね。それがニュースになってました。薬を前の患者のやつがこの機械に残ってたみたいで、それをあげたみたいなんですよね。糖尿病患者で、まあ何の薬かっていうのがちょっとわからないんですけど、まあでもね、薬剤師が間違って薬を与えたら、渡したら、これもうどうしようもないですよね、もらった方としては。これがね、パッケージになってたらね、もう何の薬かわからんっていう。まだ袋詰めしてなくて、そのままでしたら名前とか書いてるからわかるんですけど、いくつかの薬がまとめてね、パッケージになったりとかするじゃないですか。あんなになってたらもう判別つかないですよね、どの薬がどれなのか。それが間違いだったっていう、いや間違いで済まんでしょうと思うんですけど、まあそれでね、半年後にね、亡くなった方がいるみたいです。これは驚いた。そういう事例もあるんですね。まあね、そういうね、ニュースがありました。あとはね、海外ニュースなんですけどね、イスラエルの方でね、とある博物館で3500年前の壺がね、割れたということです。それが4歳の子供が割ったみたいなんですよね。壺が割れてたって感じで、も触れられるように置いてるやったら、割れる可能性ありますよね。まあしゃあない、割れてもたんやという感じです。ああいうのどうなるんでしょうね、弁償になるんでしょうかね。いや、弁償ってできんやろ。もう接着剤でね、修復するしかないですよね。わからんように、写真見たらね、壺が粉々になってたんですよ。
冷えたまってた。レンちゃん待ってた。レンちゃん。はい。くそって言って。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に野菜炒めに卵にヨーグルトに納豆です。この野菜炒めは小松菜とレタスとソーセージと卵です。はい、レタスうますぎ。はい、小松菜うますぎ。はい、卵うますぎ。はい、ソーセージ。いや、今日の野菜炒め全部美味しいです。今日もね、朝からね、ごちそうです。じゅんちゃんはここでぐすか寝てます。ハスとキューちゃんはソファーの前にいます。はい、今日はこんな感じです。Thank you.